そういうのを回答から自分で作っちゃって、うん、どういったテーマのものが出ても最初はこれで始めてみたいなのを作っちゃうといいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。今回は早稲田大学法学部の英語ですね。大問の7と8のところに出ている英作文の問題ですね。はい。を解決する今日もたった3つの方法をご紹介いたします。SMK の水です。SMK の古田です。はい、まずですね、早稲田大学法学部の英語の特徴をお話しいたします。英作文ですね。はい。の特徴をお話しいたします。その次に、これがうまく解けないメカニズムと対策を学習理論の観点からお話しいたします。動画の最後の部分で、今日はどうしたらよいのか、それに簡単に取り入れる方法を今日も3つご紹介いたします。そして一番最後に、本業の最終兵器の方法をご紹介いたします。今年は大事件が起こったみたいですね。起こりましたね。どうぞ最後までご視聴ください。お願いします。はい、大問の7と8、はい、時間はだいたい15分相当ということですね。短いですね。短いです。得点配分は各大問ずつ何点ですかよくわからないんですけれども、得点配分全体は60点ですね、はい、ちなみに早稲田大学はどういう配分でしたっけ。英語国語社会の順に60、50、40点。なるほど。じゃあ英語はちょっと配点高い。ちょっと配点高いです。ありがとうございます。形式です。7問と8問ですね。実は英作文はいつもこれだけでしたね。はい、大問8だけだったんですけど、うん、7が回ってびっくりした人がいっぱい。大問1個増えたんで、条件付き英作文が入ったことで問題自体の量も全体として増えました。なるほど。7番は条件付きの英作文で、日本語で与えられた文章を英訳。はい、会話みたいなものでしたか。はい、どんな内容、どんな会話をしてました。2023年度は、うんうん、駐車場があるのか、うん、みたいな予約に関する会話、うん、予約する会話で、はい、なるほど。スペースが 18.3×3 行、古田先生が言うにはだいたい35ワードぐらいですね、はい、で8番、自由英作文、はい、これが毎年出るやつでっていうことですよね。毎年出ます。 18.3×9 行、結構ですね。結構ありますね。ありますね。これは2019年からあるので皆さん慣れてたかもしれないけど、はい、7番が終わったことでちょっとびっくりですね、はい、ちなみにこの8番のイラストの問題、今回は2023年はどんな感じだったか。去年はあれですか、なんかおじさんの上にこう、はい、ピアノが、グランドピアノがドーンと落ちてくるみたいな。落ちてくる。面白いですね、あれもね。で、今年はどんな絵でした ?2023 年度は、うん、テーマは倫理的な問題だったんですけど、農場のおばちゃんが、おばちゃんが農場から鶏の卵を持っていくのをすれ違う鶏が、うん、人間の赤ちゃんを農場へ持って帰るっていうイラストでした。うんうん、シニカルな。皮肉っぽい感じですけどもね。合わせて12行を15分で書くっていうところからしてもちょっと大変かなと思いますけれどもね、はい、そこまで英作文で得点配分なされてるかってなると、うん、そんな時間かけてするほどでもないんじゃないかなと思って15分で解いてました、ね、減点方式ですしね、元々与えられてる配点がそんなに高くなければそんなに点できるところではないので、うん、減点されちゃって点数がなくなっているっていうことあれかもしれないですから読解を頑張ろうというところでしょうか。ちゃんと取れる点で取った方がいいと。ちなみにこれは先生残しておきますか、最後までやっちゃいますか最初に。いや、かけようと思えば時間どれだけでもかけられるんで、うんうん、それがちょっと怖くて残りの時間でやるって感じにしてました、うん、なるほど。それぞれに合うやり方でね、過去問の演習をしながらやるといいと思いますね。それと皆さんもう分かってらっしゃると思いますけど、内容が素晴らしいことを要求されてないですし、英語だってねすごい上手な表現使いましょうみたいなことは要求されてませんので、その辺あまり難しく考えないでいいかなとね。はい、それでは方法3つです。3つです。勉強方法なら SMK 1番です。難しい文法単語を使わないっていうことですね、はい、頑張って使ってなんか間違った用法をしてたとか、はい、スペルをミスしたとか、スペルに自信ない単語はやっぱりやめた方がいいですね、はい、もったいないのでそういうのはなるべく使わない、簡単な英語で上手に書こうと、うん、先生のアドバイスとして安易に because など接続詞を使わないとございますけれども、どのようなことでしょうか。英語は日本語と違って、日本語は相手に推測させる言語だと思ってるんですよ。なので別にここを言わなくても相手が勝手に理解してくれるので、普通にだからとかなのでを使ってもつながると思うんですよ。なるほど、相手は理解してくれてるなと、はい、はい、原因を推測してくれてるので、うんうん、けど英語は推測させる言語ではないので、うんうん、なおかつ文章として出題者に提出するものなのでテストは、うんうんうん、なのでつながってないと減点されると思うんですよ。ここのつながりはって聞かれると回答欄にはもう書いてないので、そこ減点ポイントだと思うんですよ、うんうんうん、なので because を使わずに and と
とか中学1年生で習う接続詞を使って書くのがそこでは減点されない方法かなと思います。なるほど、余計な論理性がない方がいい。はい、自分の中で論理性を作っていてもそこ違うかもしれない、はい、書いてるところに欠けてる部分があったらそれは論理として破綻してるので、うん、日本語と英語っていう違いを前提に because とかそういう論理関係を示す接続詞を安易には使わない方がいいと思います。なるほどね、はい、そうですね、日本語と英語はやっぱり論理性が違うので曖昧なつながりをしているところには曖昧な接続詞を入れておいた方がいいですね。うん、いいですね。8番、隠れたテーマを見抜く、はい、8の今回のね農場から女性がね卵いっぱいですか、あれいっぱいだったと思う、いっぱいだったと思う、はい、卵持ってくるのとすれ違いに鶏が人間の子供を、人間の子供赤ちゃん泣いてました、赤ちゃん泣かずに多分なんか指しゃぶってる、指しゃぶってました、あちょっとすれ違う、ちょっとすれ違う、はい、すごいシュールな感じですね。シュールですね。隠れたテーマは何でしょう。これは見抜くとありますか。古田先生がおっしゃりたかったことは何らかの一つのテーマで書き切っちゃいましょうということでしょうね、はい、状況説明した後私はこう思う、私はこう思うでもいいんですけど、ちょっと論として成り立たせるためにはなんかテーマですね、このことについて言ってるんだっていうのをばらけないでちゃんと言おうと、うん、まとまったテーマで書いてしまおうということでしょうか。その通りでございます。それから回答欄いっぱいに書きましょう。これはそうですね、はい、書けなかったのかなっていう印象もありますし、はい、書けるといいかな。これ休業ですからね、休業でもなんか書くこと決まっちゃえばそんなに苦でもないんですけど。本当ですか、はい、うんうん、逆にもうちょい書けたかなとか思っちゃうぐらいの量です、うん、多分。なるほど、本番だったらそうですね。これ9行本当にいっぱいに書いた方がいいんでしょうけど、2行ぐらい残ってもう2行埋めることを頑張った方がいいですか、それとも何行ぐらい書いたから OK して次に行った方がいいですか。私ならそもそも最後に解いてたんで、なるほど、粘れるだけ粘りましたけど、うんうん、例えば時間が余って何行書いて2行もう書くことないってなった時にその自分の考えに一貫性を持たせるためのサポートの分で2行だけ書くっていうのはできるとは思うんですけど、うん、7行目で完結してるのにに加えて書くってなると、うん、スペルミスとか、ね、内容の違いが出てきたら困るんで、うん、あんまりそんな冒険しなくていいと思います。なるほど、やっぱね無難なことを足しておけばですね、これは面白いですよ、はい、エントレスティングストーリーとかね、それがいいと思います。本当にそうですよ、あの見せらないようにというか大丈夫です、はい、それではタコム用の差し上げです。勉強方法なら SMGタコ文の回答解説を熟読しよう、はい、これはどのようなことでしょうか。特に大問8に関してなんですけど2019年度から抽象的なイラストが多くなったっていうのは、うん、傾向の時にお話ししたと思うんですけど、抽象的なイラストは多分テーマが存在するんでどういう風に考えるか、何を書けばいいか分かんないからね、はい、よく回答を読んで、あ、こんなこと書けばいいのかっていうのを知っておくということですね、はい、あと英検の英作文みたいに多分決まった形 I have two reasons、うんとか、うんうんうん、そういうのを回答から自分で作っちゃって、うん、それを安心材料にどういったテーマのものが出ても最初はこれで始めてみたいなのを作っちゃうといいと思います。回答のスキームを作ってしまうということですね。東大の昔の問題でイラストを見させて書かせるのがあったので、もし興味のある方は探してみてください、はい、分からないことや気になることがあればコメント欄にてご質問ください。一つずつ回答させていただきます。今後このような動画を公開していきますので高評価やチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。東海から予備校や塾での授業や参考書での自学でうまくいかない方のために勉強方法を工夫してみようという内容の書籍が刊行されました。先着10名様に差し上げます。詳細欄にありますホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。東海では予備校や参考書で伸びない方のために勉強方法を工夫して指導しております。お困りの方は概要欄のホームページからご相談ください。